ハンマークの本家のハンマー岩尾先生です。私の家のね、癖ですね。本家のじいさんは真面目だったんですけども、じいさんが亡くなってからね、次の代ということでね、それから2回目の母のじいさんも同じ閣僚をやってましたけれども、防衛省の芸術研究所の所長ですけども、ちょっとやっぱ同じにね、っていうかね、何もしないっていうか、やりませんけども、悪いことはやりませんけれども、悪い話は対処しないんですね。で、父のね、だから妹2人いるんだけども、やはり、役所の所長や日本航空の幹事取締役なんかやってましてたんですけども、父の妹2人と父と私の妹と2回目の母が産んだね、私の妹と姉ね、2回目の母のじいさん、母、ちょっとその全員がね、ちょっと癖がありまして、父はこういうことでやられないんですけど、妹2人ともね、父の妹健在ですけども、生命保険入ってね、自分の旦那さんを殺してしまってるんですね。で、というのは、こういうこと言う、集まった時にこういうことを言ってくんですね。口では言わないけれども、頭で言ってくんですね。生命保険に入って、旦那殺しちゃったら、ね、大金が入るんだよ。これいいなって。これ、生命保険入ろうなんていうことで。平気でそういう頭使うんですね。で、言うなれば、実際殺しちゃってんだけども、こき使っちゃう、食事なんかをいい加減にしたりとか、家事なんかをね、いい加減にしちゃって殺しちゃってるのね、わざとね。体が勝手に動くんですらしいんですね、父の妹2人ともね。で、私の妹も同じようなことします。で、また私の、だから2回目の母が産んだね、妹も同じようなことをします。で、姉も私の、父と本物の、ね、私を産んだ母の、亡くなってますけども、姉も同じことをします。体が自然、父も同じことをします。父は隔離をしてるんですごくいいということで、自然に離婚して前の母を捨てちゃって殺しちゃってるんですね。生活費がないのにね、外に出しちゃって殺しちゃってるんですね。何十年か経ってますけど、死ぬのはね、やっぱ生活できなくて亡くなってるんですね。父も同じこと、自然に悪気がなくてそうやっちゃうんですね。で、2回目の母の、父、じいさんですね、じいさんとばあさん、亡くなってますけど、はそういうことを言っても、絶対悪いと考えないんですね。何も言わないで、悪いともいいとも言わないで、もうそのまま仕方するようなタイプですね。ですから、よくはないですけどもね、私の本家のじいさんだけですね。ただ、自分の子供は助けるというようなことがありますね。で、叔父もそうですけど、まあ、閣僚やってる2人ともじいさんは東大で、叔父も東大で、小松製作所の取締役やってましたけど、叔父は生きてる時は72歳まででしたけれども、で、亡くなっちゃいましたけど、もう、小松製作所の総務取締役をやってましたけどね、東大卒業後ね。じいさんも兄弟助けちゃうんですね。悪いことしてても助けちゃうというような感じのタイプでしたけども、悪いことはしなかったですね。そういうことでしたね。で、だからそういう関係で父は毒殺ですね、2回目の母にね。
で、そういうね、私の家ではみんな関係者がね、悪い癖持ってるんですね。で、本当に保険詐欺やっちゃうんですね。だから保険に入っといてね、それだって役所の所長やってるし、旦那さん、そしてね、また日本航空の、いい会社の取締役やってるでしょ、幹事取締役やってるって、また旦那さんがね。だから妹2人なんですね。旦那さん2人ともそういうことやってて。で、妹、父はそういうのには、保険詐欺は保険は入ったらそういうふうに殺すからっていうこと知ってるんで、ね、絶対保険、自分のね、生命保険は入れさせないですね。入れさせなかったんだけども、妹、父の妹2人は2人とも死んじゃってますね。やっぱそういうことやってます。体が自然に悪気がなくて自然に動くんですね。父もね、離婚でそういうことやっちゃうんで、同じことやっちゃうんですね。悪気なくてやるんですね。ということなんで、ちょっと記録に残しておきました。妹もやりますし、姉もそういうことします。私知ってるからね、言いますけど、毒殺はちょっと知りませんでしたけどね。私もやられましたけど、2回目の母にね。全部、2回目の母も、もう長ですね。だから、兄弟も悪いですね。2回目の母の。そういうことでね。同じ系統ですね。だから、そういう癖というか、もうひどい癖があるんです。直せないような大きな癖が持ってます。そんなことで事件が起きたわけですね。家でね。ああ、妹も悪いし、もう関係者全員悪いですね。ひどいですね。だから、どうしようもないですね。本家の